すがに3万や。10度下げたら一気に寒くなった。電気ってわかる？何？上の、まあ、電気とか、いろいろ。いろいろ電気壊すの？うん、電気が高いの。電気が高いの？20.8 ってなってるんですけど、体感はめちゃくちゃ寒いですし、空気が乾燥してます。あどん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 、寒い寒い。この岩谷のガスストーブもあるんですけど、朝はバタバタするので夜にちょっとだけつけます。うん、あったかいね。うん、勝手に止まります。触ったらダメだよ。それは熱い。気をつけてね。これ一応ぶつかっても止まるけどね。これはこれはこれはこれも熱いです。これはもう朝だけ加湿でつけます。さすがに喉がすごく痛いので。え、大きい。え、このストーブの方が痛いの？これは加湿器だよ。え、加湿器喉痛いの？加湿器は喉をゆる潤してくれる。え、加湿器が喉が飲まないようにするの？そう、喉が痛くないように、咳が出ないようにしてくれるんだよ。加湿器は今、加湿器は上手なの。上手なの。その。これはどこのメーカーだろう。湯浅です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 。あ。
ちです。はい、パパです。パパじゃないよ。おいおい、逃げた。鍋ラーメンにしよう。はい。ちゃんぽん味。ちゃんぽん味開けてみる。うん。大きい卵アレルギーなんですが、このラーメン卵白粉入ってますが、なぜか食べれるようになりました。ラーメン自体が。はい、人参に食べるしね。うん。人参ちょっと食べよう。ちょっと待ってね、今もうちょっと煮込むから。よいしょ。うわぁ、おいしい、うん、本当においしそう。うわぁ、いいね、湯気いっぱいで。よいしょ、湯気いっぱいで。お肉とキャベツとコーンとイカ食べれるでしょ。イカこれ見せて。ほいか。見せて。ほい。まいやいやいや、なんで。結構な勢いで。まずラーメンが食べる。お、いただきますの。いただきます。せーのが3でしょ。せーの、あたらいただきます。美味しい？よかった。え、パパラーメンだけ？ん？おつゆもあるよ。え？パパ野菜入ってる？入ってるよ。お、美味しいね。長沼小森の中島小森じゃないか、うん、昔石山通りのずっと奥に一角っていうちゃんぽん屋結構行ったんだけど、一つに鶴って書いて、そこ行きたいな。まだやってんのかな。だってお父ちゃん暑いの大好きだもんね。本当に、お母さんとお姉さんとパパのみたいで言ってるのね。温まるわね。うん、本当に温まるよ。うん、なんだ、麺を見て、こうやって麺見るでしょ。うん、麺を見て、うん、で、麺を見て風だよ。そう。麺を見たら熱くないの。そうそうそう。うん、
おいしい。おいしい。本当に美味しい。本当に美味しいね。逃げるな。あ、ラーメンとエビ。ラーメンとエビで一緒に。せーの。うん。うん。うん。まんまんまん。本当に美味しい。イカより食べれる。お。一瞬微妙な顔したよね。おわ。かわり。おかわり。よし。よし。はい、どうぞ。ありがとう。はい。おかわり。おかわり？もういいしょ。もうない。お父様でした。はい、どうも。おい、蜘蛛とこ楽しい？サッカー。楽しいよ。ゴー！ゴー！ゴー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 エビバッケ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 ゴーイゴやらないの？やるよ。やってやって。はい、今日はシャワー入りますよ。はい。今日はね、寒いけどね。今日は。シャワーとお風呂に一緒に入ろうか。シャワーとお風呂。うん。シャワー、今日は。今日はシャワーとお風呂。今日はシャワーとお風呂。うん。今日はお風呂。今日はシャワー。今日はお風呂。今日はシャワー。今日はお風呂。お風呂ね。昨日入ったでしょ、ね。ごめんね。あともうちょっとだから頑張ろう。あともうちょっとだけ勝負だ。勝負だ。たた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 たカッと温まって石鹸して終わり。終わった。寒い。走らないで。あ、これ。ちょっと。押さないの。はい。はい、よし。はい、これ履いて。寒い。これ、ちょっと。はい、春よ、来い。秋は。秋やだい。冬また来ちゃうよ。危ないからね。
をつけます。今日は23度くらいでいいな。こう横でこれもし熱くなっても触ってもそこまであっちへやけどっていう程度ではないので買いました。もくもく出します。部屋は19度で寒いですけど加湿は 50% 以上なので寝やすいです。